松村宗根、松村隆史根、松村宗根、1809年から1899年ほか、複数説あり、は、主に琉球王国時代に活躍した沖縄の武術家。琉球王国時代の最も偉大な武術家の一人であり、今日のシュリーデ系統の空手流派のほとんどは、松村の流れを組んでいる。 松村宗根は、一説には1809年、文化6年に、首里山川村、現在の那覇市首里山川町で生まれた。東名は、竹生たち、一回は、竹東の親雲城、竹伝平鎮、郷は、雲勇、もしくは部長と称した。俗に、武士松村と呼ばれた。王朝時代の正式な呼び方は、松村竹東の親雲城集根である。氏の元祖は、 東名、竹玄明、山和名、S アジュ周祖、から1472年であり、松村家は、その旧姓、火曜親おも上、宗勝、1714年から1777年、の次男、竹徳永、松村里幸子や雲上修王を元祖とする支流、文家である。元祖、S アジの父母は、家父では、未生、はっきりわからないとあるが、戸中のでは、 第一直し王党、第六代、正安久王の四男、勝負、三男、久乗の弟とされている。真偽は不明であるが、これが事実とすれば、松村家は、理解は高くはなかったが、第一直し王党の血筋を引く由緒ある家柄で、あったということになる。松村は、幼少の頃より、部に優れ、皇妃では、唐でを作画あかんがに学んだとされる。 ただしこの公費を証明する明確な資料がないことから、これに疑問を呈する研究者もいる。松村は十七、八歳の頃には、すでに武術家として、頭角を表し始めたという。成人してから、松村は、役人として、薩摩に渡り、移住院や七郎から次元理を学び、免許改伝を得たとされる、剣術家でもあった。また1836年、天保7年、 松村宗根は、師匠の作川勘賀と共に、北京へ渡り、弁学の傍ら、北京王宮の武術教官、岩ああ、伊白のもとで、中国武術も学んだとも伝えられる。約一年後に、北京で師匠の作川が隠ししたため、遺骨を抱いて、琉球に帰国した。帰国後、松村は、第二名し王の17代将校、18代、なお、王、19代、 小太陽の三代にわたって、小川盛役、洋人系御職を務めた。ただし、王府役職の制度に、小川盛役という役職名は存在しないで、これは指摘もしくは、臨時の役職であったのだろう。また、松村は、役職の傍ら、国王の武術指南役も務めたと言われる。なお、松村の妻、与那峰鶴も、女流投手屋であったと言われる。松村は晩年、 首里崎山町にあった、大家別邸、御茶屋御殿で、弟子たちに、当主を指導した。松村の弟子には、牧師や沙多田、麻と靖伊糸須、靖恒、千葉な長生、石見寧坊、田和田坊、本部朝、勇、本部長貴兄弟、矢部則道、喜安町、多須久、喜安と物理親子、久江義政、吉村麻、吉、ナビータ名らがいる。 1899年、明治32年、91歳の長寿で没した。最後の弟子の加江よしまさに送った、創根直筆の威訓の巻物が今日残されている。墓所は、那覇市小島。弟子の糸須やす根が片稽古に主軸を置き、また、那覇種の影響を受けて、体を固める稽古法を重視したのに対して、松村宗根はむしろ実践。 組手と柔軟性を重視した稽古法だったとされる。武術稽古の真味を知らずんばるべからず。いて、覚悟の子供をし、里子交換、徳と銀味いたすべくこう。さて、文武の道は同一のりなり。文武共に、その道三つ言う。文道に三つと申すは、師匠の学、訓子の学、呪者の学と、猿公。師匠の学と申すは、 組語言語を綴りぎ主文字を造作して、加盟釈録の経を求めこうまでにて、訓子の学は、経書の義理を見極め人を教え振るしかもみの心へにて、道に通ずる事情を入れ申さずこう。右の、両学はただ文芸の誉れを得こうまでにて、正当の学問とは申しがたくこう。者の学は、道に通じて、物を各地を致し、意を誠にし、心を正しく押して持って、家を整え、 国を治め天下を平らにするに至り、これ政党の学問にて、儒者の学にてこう。武道に三つとは、学士の武芸、名目の武芸、武道の武芸あり。学士の武芸は、頭に稽古の使用相変わり、成熟の心入り薄く、手数ばかり踊りの様にて、相なり、戦神の法まかりならず、婦人道人にてこう。名目の武芸は、 実行これなく方々巨来いたし、勝つことばかり申しいたし、総論あるいは人を害し、あるいは身を築いことによりでは、親兄弟にも、恥辱を与えこう。武道の武芸は、方針いたさず工夫を持って成就いたし、斧が性を持って、敵の顔待ち、敵の心を奪って、相勝ちこう。成熟あいつの理想老うて、妙美章を発し、万事相で聞こうともかじ枠もなし。 なんかもなし。ただたかの場におて、猛虎の脅しはし、鳥の早め自然と発して、いかなる敵人も、倒さめこう。夫レブは棒を禁じ、兵を押さ。左は、口耳、右は亀、人を保ち、功を定め、民を休んじ、衆をわし、財を豊かにすと。これぶの七徳と申し、聖人も勝備しくれ公談、書に、相見えこう。されば、文武の道いちりにて、 交換、学士、名目の武芸は無用にして、武道の武芸あいたしなみ揃て、気を見て、変に応じ、持って沈めるべきものをと存じ交換、右の心へにて傾向いたし、叱るべきかな、と存じよるも揃らわは、副像なく申し聞くべく、望ましくこう。以上。松村武市長、5月13日、加え検定、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。